どうも皆さんこんにちはチャックワスです、えー。本日はですね、えー、久しぶりのお得情報を、えー、今回ね、紹介させていただきたいと思うんですけども、えー、今回ねあの、メルカリ、皆さん知っておりますよね、えーえー、スマホのフリーマーサイトアプリのメルカリが今回ね、えー、メルペイっていう でまあ、電子マネーをね、結構前に、えー、発表したんですよね。まあ、今もう現地で、ね、も結構使える、えー、電子マネーとなっているんですけども、えー、そちらを人に紹介すると、まあ、進めるペイっていう名前で、えー、1000ポイントがもらえるっていうキャンペーンを始めました。で、えー、最大でね、1300ポイントがもらえるということで、この1300円分のポイントはですね、まあ、一応メルカリのポイントには入るんですけども、 電子マネーとしてね、1300円分使えるということですんで、まああ、あの、ID で、ID っていう電子マネーでね、利用さ、えー、利用するんですけども、この ID はね、本当にコンビニから、えー、ファミリーレストランとかね、結構いろんなところでね、利用できますんで、まあ、それも合わせてね、今回紹介していきたいと思います。で、えー、今回の、えー、この、 メルカリのすす、えー、めるペイっていうキャンペーンなんですけどもあの1300円分のポイントがもらえてコンビニで利用できるっていうのはねあの今回ね、まあ、紹介しようかなと思った、えー、きっかけなんですよねというのもやはりコンビニって物が高いですよね基本的には。 で、私もね、できる限りコンビニで買い物はね、したくないなって、やっぱりね、高いんで思ってるんですけども、出先とかでえ飲み物を買うとか、えー、食事をちょっと簡単に済ますなんていう時にね、やはり結構利用するっていうのをね、コンビニなんですよね。<laughs> で、えー、これがね、そのままその1300円分のポイントをあの持って、 あのポイントを持っているとですね、まあ、1300円分は関係ないですねあのポイントを持っているとですねあのそういう時にね結構利用しやすかったりするんですよねで私も結構そう思う部分が多くてですねこれいいなと思ったんですよねで登録もねあの実際の画面を見ながらねやっていただきたいなと思いますんでえ今回はねあのテキスト動画でいきたいと思いますんでこの後ねテキスト動画の方に移りたいと思います えー、それではね、えー、実際に、えー、テキスト動画でね、紹介していきたいと思います。えー、今回のこのキャンペーンはですね、えー、11月の6日からの12時からね、始まっているキャンペーンで、えー、終了日はね、今のところ決まってないっていうね。<laughs> ざっくりしたキャンペーンなんですよね。で、もともと、この進めるペイのキャンペーンは、えー、1000ポイントの付与なんですよね。まあ1000円分のポイントなんですけども、メルカリ自体がですね、もともと紹介で、えー、入会した方に300円,ポイン、えー、300円分の、ね、ポイントを配ってるんですよね。ですので、今回はこの、えー、キャンペーン、まあ両方とも、ね、利用することによって、1300円分が、ね、利用できるということになっております。 で、今回のこの進めるペイっていうものの、えー、キャンペーンの対象者っていうのがね、あるんですよね。残念ながらね、全員が全員対象ではなくてですね、メルカリを 今まで登録したこともなくて利用したことない方は、まあ1300円分ね、丸々取れるんですけども、メルカリにもう登録されている方は残念ながら、この300円分のポイントは対象外ということで、1000ポイントだけ利用できる、獲得できるっていうことになります。で、残念ながら、メルカリにもうすでに登録済み、さらに本人閣民が住んでいる方は、残念ながらね、 ポイントはもらえないってことにないとこにりますでこの本人確認っていうのはねあの後々あの説明するんですけどもこの本人確認っていうのも必要になります。で、えー、まずねこの300円分のポイントのゲットの仕方なんですけどもまずねプレ,、えー、プレイストアもしくは、えー iOS のアプリストアですねから、えー、こちらメルカリをダウンロードしていただいてこのメイドアドレスへ登録でその次の画面ですね真ん中の画面で、えー、メールアドレスパスワードニックネームを入れていただいてその後ね招待コードっていうのはね結構分かりづらいところに一番下にありますよねここを、えー、入力していただくっていう形になりますそうすると、えー、300円分ポイントゲットっていう形になりますねでこれが300円分の、えー、ポイントゲットの仕方ですで次にですね えー、こちら、メルカリのトップ画面になります。アプリケーション開くとこの画面になります。で、一番左側の画面になりますんで、一番、えー、右下の方にですね、円マークのメルペイっていうところがありますよね、そこをクリックすると、えー、真ん中の画面になります。そうすると、えー、キャリー・パンピアンさんが、えー、センターを取っている、この進めるペイのバナーがありますんで、そこをクリックします。 そうすると、えー、招待する,、えー、する方、えー、招待された方みたいな感じで出ますので、招待された方はですね、えー、こちらを入力するっていう形になります。で、こちらにまた紹介コードを入れる、こうすることによって、えー、合計で1300円分のポイントが付与されるっていうことになります。で えー、本人確認の、えー、説明はね、この後しますんで、まずこの1300円分の、えー、ポイントが使えるお店ですよね、えー。結構今ね、こちら出しておりますけども、結構いろんなところで利用できますよね。実は吉野家とかね、えー、Mac とかでもね、結構使えたりして、えー、松本清とかね、そういうところでも利用できますんで、この ID っていうのはね、結構いろんなところで利用できるんですよ。ですので、えー、個人的にはね、結構おすすめになっております。 それではですね、えー、最後に本人確認についてね、えー、解説していきたいと思うんですけども、えー、このメルペイっていうものをね、実際に利用するには、このメルカリ内で本人確認っていうものが必要なんですよね。えー、これがね、本当にめんどくさいんです。<laughs> で、あの、私もね、あの、この進めるペイっていうキャンペーン自体は、まあ、今回で2回目なのかなまあ、前回もあったんですよね。 先々月ぐらいだったかなあった時に、まあ私も実際にね、あのー、家族とかにね、紹介して利用させていただいたんですけども、本人確認には2種類あるんですよね。2種類。で、片方は銀行口座の登録。いやー、登録したく,したくない人多いですよね、絶対ね。<laughs> あの、銀行口座の登録って結構、なんていうんですか。 あの、このネット社会で、えー、インターネット上にね、保存するのを嫌がるっていう方はね、結構いると思うんですよね。ですので、まあ、あの、銀行口座、まあ、ちょっとハードルある、嫌だなっていう方はですね、あの、免許証と、えー、自分、自分の顔写真と一緒にね、あの、 なんですかこういう感じで免許証を持ってね、撮影する。そうすることによって、この本人確認っていうのは完了します。ですので、ま、ああの、銀行口座をね、登録するのがちょっとハードル高いっていう方はね、えー、免許証とね、一緒にこうやって写真を撮って、で、あの、メルカリの方に、えー、送信するみたいな形が、まあ、あ私が実際にやった感じだと、そっちの方が楽だと思いますんでね、あの、おすすめとなっております。で、あの、 免許証を持ちながらね、こうやって写メール撮るんですけども、携帯はですね、手に持って、あの、写面を撮るのではなく、どっかに立てかけて、で、こういう風にね、見て、あの、写メールを撮るっていう方が、はるかに早いです。<laughs> ま、これもね、私、あの、両親でやった時にね、なかなか認証されなくて、すごい困ってたらですね、あの、立てかけてやったら一撃で通ったんですよね。ですので、どっかに携帯立てかけてね、あの、本人確認の、あの、免許証を持って、社名料を取ると、結構ね、簡単に通りますんで、あの、これがね、結構、なんていうんですか、何回も通らないと、あー、めんどくさいってなっちゃいますんで、あの、その方はね、多分、 さっと行くと思いますんで、もしよかったらね、あの、この方法で、あの、本人確認してみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか今回は、えー、メルカリのね、メルペイのキャンペーンであるススメルペイを紹介させていただきました。えー、まあ、個人的にはですね、まあ、このコンビニでね、1300円分利用できるっていうのはね、結構、あのー、 いいなと思って、えー、今回紹介させていただきました。えー、この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私の、えー、ツイッターではですね、普段のことから、まあ、ポイントサイトの案件とかもね、えー、結構ね、あのツイッターでつぶやかしていただいたりもしておりますんで、もしよかったら、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、この動画のチャンネルではですね、えー えー、元々と ANA マイル、ANA に関することも実際にポイントサイトの案件を利用して ANA マイルを貯める運用方法なんかをね、紹介させていただいたりしております。それ以外にはマリオットボンボイの宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビュー,、えー、お得情報、クレジットカード、あと私の大好きな街はね、ニューヨークの紹介なんかもさせていただいております。もしよかったらぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。